スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX 投資で、暴落相場で儲ける稼ぐ方法ということで、まあちょっとタイトル怪しいんですけども、内容はまあある意味当たり前のことをお話していきます。はい、怪しい攻略動画ではありませんということでですね、2016年の年初から株安円高が続いています。株も下がって、そして米ドル円も下がっているので、いわゆるまあ暴落相場、急落相場ですね。で、先日ですね、2016年のそういった株安円高がですね、リーマンショックの時とどう違うのかと、いうことをお話しました。はい。ちょっとまだ、今年のこの、相場のその、名前がついていないんですけども、なんか逆オイルショックとかね、いう言われ方もしてますし、あるいはまあ中国のバブル崩壊とか、ちょっとまあいろいろな要素がまあ、絡み合っています。あとまあ、アベノミクスによる、バブルもね、まあ、あれは、いわゆるバブルだったんで、それもまあ崩壊しているのかなと。でですね、まあ本題ですけども、暴落相場での投資の利益の出し方もズバリ、はい、ショート。はい、つまり売りですね。株の場合ですと、空売り。はい、トレンドが今までの上昇から、下向きに変わったので、順張りでね、売りで、それを追っかける、追随していくのが、まあ、正解です。まあ、当たり前のことなんですけど、ただね、株に関してはちょっと空売りは、不利な面があるので、まあ、どうですかね、といったところで、FX とかね、あるいはまあ CFD とかは、売りがそれほど、まあ、不利ではないので、いいかなと思います。まあ、ただで、そうは言ってもですね、はい、まあ、アベノミクス以降に、投資を始められた方、上昇相場しか見ていない人はね、いや、もうそろそろ下げ止まるんじゃないかと、もうそろそろ買いポイントじゃないかと思ってしまうんです。わかります。はい、私も上昇相場しか見ていなかった頃に、初めてね、まあ、ライブ・ザ・ショックとか、あるいはリーマンとか、サブプライムのを見た時に、あれって思いました。ただですね、相場の格言、はい、はい、いろいろあります。もうはまだなり、まだはもうなり、はい、もうと思っていてもまだだと。あとですね、半値八掛け2割引きという、まあこれ先物の格言かな。まああんまり FX でね、これ半値八掛け2割引きするとだいたい 30% ぐらいまで行くんですけども、株価はまああり得るでしょうね。はい、まあ10倍になったものとか、はい、ゴロゴロあると思うんで、例えば株価が3倍に、なったものが元に戻ればね、半値八掛け2割引きなので、注意が必要かなと。で、要は、安易な逆張りは危険です。はい。もうそろそろと思って買っても、まだまだ下がるのが暴落相場です。なぜかというと、それがトレンドなので。はい。で、テクニカル分析を主な判断としてきた人にはですね、非常に戸惑う相場なのではないかなと思います。まあ、例えば、移動平均線とか、なんかゴールデンクロス、デッドクロス、あるいは、ボリンジャー、いろいろありますよね。はい。まあ、そういったもので判断してきた人は、そこからも大きく飛び出すので、あれとなってしまいます。で、そろそろ、まあ、耳慣れないテクニカル分析が判断材料として出てくる頃かなと。はい。このテクニカルだったら買いだよっていうのが、まあ、いろいろあるんで、その中にはね、今の相場にマッチするものも出てきます。ビックス指数なんかも今はもう市場で話題になってるんですかね。恐怖指数とか。まあそういったものなんかも出てきて、ビックス指数がいくらなのでどうとかね。そういったのは欧州の信用不安の時もいろいろ出てきました。でですね、私が一つお伝えしたいのは、もうこれ私の書いた本なんかでも、絶対にこれも入れるんですけども、投資には3つあります。買う、売る、そして休むなんですよね。はい。休むも相場っていう格言があるんで、もうこういった時は休む。はい。例えばポジションを持っていて、まあまあ、それ、含み益があれば一番いいんですけども、もう利益確定して、相場が収まるまで待つっていうのも、まあ一つの選択肢だということを、まあ知っておいてください。休むって非常に大事なんですよ。無理に手を出さない。で、いやーもうこれチャンスだと。もうどうしても買いたいっていう方はですね、ロット、取引数量を少なくしてください。これ打診買いと呼ばれる、まあ、お試し買いみたいな言葉があるんですけども、小ロットで打診買いにしてください。これならですね、例えばいつも、ちょっと FX の話しますね。いつも、10万通貨で買ってる人が、まあ、5万通貨で、買うと。はい。じゃあもし、ここで僕が本当に絶好の買いポイントで、ぐんぐん上昇していっても、利益は出せますよね。利益は出ますよね。で、逆にですね、この暴落がさらに続いて、
損失に変わってしまっても、損失はこれ半分にしてるので、半分に収まりますよね。はい。なので、もうどうしても今がチャンスだ、買いたいっていう方はですね、取引数量を、少なくするというのもいいかと思います。あとですね、はい、自動売買プログラムの中には、トレンドが強い相場が得意なものもあります。いわゆるもうすごい上昇トレンドにどんどんついていって利益出すもの。あるいは、下がっていくときに、どんどん利益出すもの。まあ、あるいはレンジが得意なものとかね。はい。まあ、いろいろそんなものがあるんですけど、それらはまあ、選ぶだけの FX というのが今増えてます。で、まあ、そういったものをね、見つけ出して、運用をしてみるのも一つの手段です。おそらく、その、自動売買プログラムのランキングなんかも今大きく変動していると思います。得意、不得意があるのでね。で、動画説明欄に、そういった自動売買の FX、あと、選ぶだけの FX の比較一覧表の URL を貼っておきますので、まあ、よければ参考にご覧ください。で、まあ、それも数がいくつかあるんでね、もう数の多さで選ぶなら、インバスト証券さんのシストレ24が一番いいと思います。はい。ものすごいいっぱい数があるので、その中から今の相場にマッチしていて、成績のいいものを選ぶということが、まあ、はい、できるというので、まあ、いいかなと。はい。ということで、まあ、今回は、暴落相場での利益の出し方についてお話しましたけども、これ以外にも、週末恒例、来週の戦略など、投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちら2つありますので、こちら2つの検索キーワードもしくはこの動画の説明欄、解説欄に掲載されております URL よりご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。